命に別状はないということですまた同じ頃山崎の現場から500メートルほど離れた南洋沼市山崎神殿で70代の女性が体長およそ1.5メートルの熊に押し倒されました女性に目立った怪我はないということですこのほか村上市で熊とぶつかる事故があるなど昨日から今日にかけて各地で熊の目撃情報が相次いでいて 一方で警察によりますと今月1日、クマに襲われて意識不明の重体となっていた関川村の女性がきょう午前9時、死亡したということです。